矢田部敦史と佐々木千秋のファントレタイム。こんばんは、マーケティングコンサルタントの矢田部敦史です。皆さん、女優の佐々木千秋です。いやー、世の中完全にクリスマス一色ですね。そうですね、はい、昨日がイブで今日がクリスマスということで、はい、矢田部パパ大変じゃないんですか、うん、そうですねやっぱりですね、これは、はい、自分自身がパパになると、もう結構楽しいなと思うのはですね、はい、サンタさんになるっていう、サンタクロース、サンタクロースになるっていうですね、はい、まず先に寝せて、で用意している置いてあるですね、はい、この靴下、本当に今回やるんだなと思いながら靴下に、ちゃんとですねプレゼントを入れて、はい、でやっぱり子供たちもですね、なんとなくワクワクしてるから、次の日朝ものすごく早く起きて、はい、でそれを見てですね、はい、来てたというね、まあそういったところを見るという、これはですね、はい、すごくこう楽しいと言いますか、うん、はい、親としてはすごい楽しい瞬間なんだなと。いやーねー、そうでしょうね。 その一斉、もう本当に声が聞きたくてみたいな、うん、そうですね、やっぱもらう方も嬉しいですけど、やっぱりこう、あげる方も結構クリスマスって面白いですね。いやー、いいですね、なんかそんなことを早く私もやってみたいなってぜひ思っちゃいました。楽しいです、はい、ね、本当に子どもたちにとってはクリスマスって本当に1年の中でも特にビッグイベントの一つ で、うん、でまさに楽しいことの代表的なものだと思いますが、うんうんうん、実はこのファントレタイムもですね、うん、ファンつまり楽しいこと、いいつなぎで、はい、トレード、はい、みんなで交換したり共有していこうよというコンセプトが元になっている番組です。はい、毎回なんとかですね、はい、楽しいことを共有していただけるように頑張っているんですが、はい、いや最近はようやくですね、まあ、自分自身が、この番組の YouTube に、はい、アップロードしていただいているこの番組の様子をですね、自分自身を見て、はい、まあ、ちょっと平常心でいられると言いますか、そうなんですね。ご覧になられていかがですか？はい、正直ですね、最初の方はとてもこう見るのは怖い、はい、まあ、今でもその怖さはあるんですけど、ちょっとずつですね、まあ、自分で言うのもなんですが、はい、進歩してきたかなというところで、頑張っていこうと思っております。ね、なかなかこう自分の、ね、動画を見るとやっぱ恥ずかしかったりしますよね。そうですね、わかりますよ。佐々木さんはご自身の出られた番組とかチェックされてますか？はい、まあ、一応チェックはするようにしてます。やっぱり私もちょっと恥ずかしいところがあるんですよね、正直。自分自身が、はい、まあ、どんな顔で喋ってるのかとかっていうのって、やっぱりこう見たくないものまで見えてしまうところがあるので、る、まあ、でもまあ、お仕事なのでね、全部チェックさせていただいてます。もう佐々木さんでもそういうふうに思うんですね、ちょっとこう思いますよ。あ、もう私から見たらもう本当に佐々木さんも完璧だなと。いや、やめてください、どうしたんですか本当に本当に思ってる。いやいやいや、もう自分の方はあんま見れなくても佐々木さんさすがだなってこう見ているので、あ、でも佐々木さんでもそう思うってことは、はい、ずっとですね。そうですね、はい、日々成長ということですね。そうですね、はい、なるほどありがとうございます。ありがとうございます、はい、それでは今回最初のコーナーはマーケティングラジオ講座。このコーナーはこの番組をお聞きの皆様にラジオ講座としてマーケティングの基礎的知識や発想、我々の日常生活から感じ取れるこれもマーケティングというテーマについて矢田部さんからワンポイントアドバイスをしていただきます。では矢田部さん、お願いいたします。はい、はい、本日のですね、はい、マーケティングラジオ講座についてはですね、はい、実はマーケティングで、はい、とても大事なことなんですけど、はい、マーケティングでも、はい、人間性がすごく大事だというお話をさせていただきたいと思います。人間性、はい、ほう、はい、これはですね、はい、例えばインターネットのマーケティングにおいては、まあ、インターネット上ですので、人と人が別に向き合ってやるわけではないんですね。そうですね、はい、インターネット上で、発信したことに対してそれを見た人が、まあ、気づいてきてくれたりですね、それを目的に購入したり、こちらに来てくださったりするというのが、はい、まあ、インターネットマーケティングになります、はい、なので一見人があまりですね、はい、出てこないような、状況ではあるんですけど、イメージありますよね、はい、その中で実は人間性がとても大事なんだというお話をさせていただきたいと思います、はい、はい、お願いいたします。はい、まあ、インターネット上で例えば今で言うと SNS とか、あとブログですね、はい、あと YouTube に動画をアップロードしたり、写真をですね Instagram にアップロードしたりするんですけど、はい、やっぱりですね、ここで
浮き彫りになってくるのはどういう人かなということですね。人間性というところがすごく浮き彫りに出てきます。ああ、そうなんですね、はい、例えば、いろんな方のことを、まあ、気遣ったり、いろんな人のことをですね、思ってやっている発信をされている方とやっぱ自分のことばっかり考えてる、自分のいいところばっかり見てくれというふうにですね、してしまうと、実はですねそれはインターネット上であるからこそ、よく見えてよくねそれがね、はい、分かってしまう相手にも分かってしまうという状況が生まれます、はいはい、そうすることによってですね、ファンの、まあ、できるスピードとかですね、まあ、もしくはですね集客マーケティングに関してもとても大きな影響が出てきてしまうということなんですね。そうなんですね、はい、ある、方たちのですねお話をしますと、はいはい、インスタグラムを同時期にスタートさせた2人の女性がいらっしゃいました、はいはい、この2人の女性どちらも美容関係の方で、とても綺麗な方で、インスタグラム写真を撮るのもですね、はい、とても上手でですね、これはすぐにどちらもファンができるだろうというふうにですね僕たちも思って、はい、このインスタグラムのやり方をねお伝えしていたんですけど、はい、1ヶ月後ですね実はこの2人先輩後輩でして、はい、まあどちらも上手なんですけど後輩の女性の方が、1ヶ月後には1万フォロワーもうできまして、これは大人気ですね。すごいことですよね、1万フォロワーなんてね、はい、で先輩の方はですね、はい、3000フォロワー、でもまあすごいですけどね、はい、もちろんねどっちもすごい結果だったんですけど、同じ時期に同じことを始めた2人がですね、はい、なんでこんなに、差が生まれたんだろうっていうことですね。同時期に始めてるんですもんね、はい、これはですね僕らもすごい研究しがいのある、テーマで見ていたんですけど、はい、実はですねこの、まあ、人気より人気になった後輩の女性の方はですね、はい、こう投稿するといろんなコメントがもう本当に数百入ってくるんですね、たくさんの方がいろんなコメントをガーッてしてきてくれる、それに対して一人一人丁寧にコメントを返していたんですね。そんなにたくさんのコメントに、はい、すごい、これはですねすごい実は根気のいる作業でして、そうですよね、はい、なかなかね、頑張ってやろうと思ってもできないですし、それがね、全員できるとは思いません。そうですね、だけどやはりですね、うん、その、まあ、女性の後輩の女性の方はですね、はい、まあ、せっかくコメントをくれたんだから、やっぱり一つ一つ丁寧にお返ししたいと、毎日数百のコメントに返して、はい、いいねしてくれた人にいいね自分でしに行って、はい、そういったね本当にもう人間性の部分ですね。あー、なるほど、はい、もうノウハウでも何でもなくですね、はい、その部分で、こんな大きな差が生まれたと、なんか本当にそのコメントを、ね、返信するだけで、うん、もう全然変わってくるっていう話は結構、まあ、今聞いて伺って驚いてます、うん、はい、すごいですね、この、まあ、一つ一つこう、まあ、マーケティングってですね、はい、私たちもいろんなノウハウとか、まあ、技術とかですね、はい、持っているんですけど、やっぱり最終的にはその人の人間性、お客さんに対してどういうスタンスでやっているのかとかですね、はい、お客様が満足するかどうかを真剣に考えているかどうか、まあちょっとね人気になったからといって、はい、自分はなんかこう人気者なんだぞっていうことではなくてですね、人気にしていただいたのは皆様のおかげだと、やっぱりですね心から思える方はですねもうぐんぐん、はい、もう人気になっていきますと。あーすごくね、ずしっときましたよ今。これずしっときるんですね。私今よずしっときてます僕自身もですねそれを見るたびに自分がねちゃんとこう自分よがりのことになってないか、そうですね、分かってはいるもののなかなかこう実際に実践するってやっぱり難しいことだと思うんですよね。難しいですよね、毎日続けるっていうのも大変ですしね。大変なんですね。いやでもこうね これだけ差がそのフォロワーの数が出ちゃうっていう話を今日ね、伺ったからにはやっぱりそういうスタンスでこれからちょっとやっていこうかなと。そうですね、やっぱり思いますよね。自分自身を鍛えて人間性を高める、常に初心を忘れずに頑張っていきたいと思いました。それが大事です。いや素敵なお話ありがとうございました、はい、ありがとうございました。皆さんいかがだったでしょうか。このコーナーをお聞きいただいて、矢田部さんがおっしゃるマーケティングのファンイコール楽しさの一端でも分かればいいなと思っております。以上マーケティングラジオ講座のコーナーでした。改めまして現在放送中の番組ファントレタイム、担当は矢田部敦史と佐々木千秋でお送りしております。さてここからはゲストの方にお入りいただきました。
今回ゲストでお越しいただきましたのは、矢田部さんが経営されていらっしゃるコンサルティング会社ファントレ株式会社のクライアントであられるとともに、私が一緒にここ市川うらら FM さんで愛され召し上がれという番組のレギュラーパーソナリティを務めていらっしゃる婚活料理カウンセラーの青木由美さんです。今回はとても楽しみにしてました。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。いやーね、矢田部さん、はい、あのいつもと違 う、 そうです、ね、こういったスタジオでおあきさん、あの青木さんとお会いされるのっていかがですか？うん、そうですね、あのとても楽しみにしてきたんですけど、はい、あのやっぱりね、起業家仲間としても、うんうんうん、まあ、クライアントとしてもですね、いつも、はい、一緒にさせていただいている青木さん来るのがすごい楽しみで、はい、来たんですけど、いざここに入るとこの緊張感が緊張感どうしてだろう、緊張してまいりました。緊張されてるんですね。はい、いや楽しんでまいりましょう。楽しんでまいりましょう。はい、はい、それではですね、まずは青木由美さんについて簡単なプロフィールをご紹介させていただきます。青木由美さんは千葉県のご出身で、料理専門学校講師としてご活躍の後、2012年に起業されました。料理はコミュニケーションという考えのもと、料理の作り方だけを教えるのではなく、料理を作る時間管理術、冷蔵庫の中身で料理を作れるようになる調理理論を指導され、全く新しいスタイルの婚活方法を提案する愛され飯を確立されました。婚活料理教室、各種セミナー、取材、執筆など精力的に活動されていらっしゃいます。そして現在は、先ほどご紹介させていただきました通り、ここ市川うらら FM で毎月第2第4火曜日夕方6時から愛され召し上がれのレギュラーパーソナリティを務めていらっしゃるほか、来年放送が予定されている東京カレンダーの人気連載 LINE の答え合わせ、男と女の勘違いでは取材協力、そして私が主演させていただいた映画ラストソングはでは作品全編のフードコーディネーターを担当されたなど、まさにご活躍の幅を広げられつつある今注目の若手女性文化人のお一人です。素敵な紹介ありがとうございます、うん、ね、すごいいろいろなことをされていらっしゃるということで、いえいえ、はい、ではですね、早速なんですが、まず、まあ、おそらく矢田部さんが一番お聞きになりたいことだと思うんですが、はい、青木さんからご覧になられて、よくよくご存知の矢田部さんのここまでの番組進行いかがですか？気になりますね。なんか普段はこうセミナーとかではこう、自由にね、堂々と喋っていらっしゃるので、はい、なんかこう緊張しているのがすごいよくわかるなと。なるほど、もうセミナーのお姿を見てらっしゃるから。そうですね、あ、そうなんですね、ここまで緊張しているところを見られるのが緊張しますね。はい、なるほど、そういうことですね。あの、もともとお二人は、まあ、どういったご縁で知り合われたんですか？あの2013年に、はい、あの人の紹介で、はい、矢田部さんがあの開催している、うんうん、YouTube の動画セミナーに私が参加をしたんですよ。そうですね、来てくださいましたね。で、当時は矢田部さん、あの顔出しをしてなくてそうなんですか？写真とかが全然それまで情報がなかったんですけど、はい、テレビをね、かぶった状態だったり、うちわで顔を隠していたので、懐かしい、びっくりの状態だったんですよ。よくそんなね、まあちょっと、なんて言うんでしょうね、よく何かわからないようなところに、顔出していただいて、はい、そうだったんですね、セミナーがね、すごい気になってたので参加しました。そこで、まあ、お会いしたというか、初めて顔を見たというか、はい、そうだったんですね。ちなみにその時のお互いの第一印象、まあ、じゃあ青木さんから第一印象、まあ、多分今のお話の流れで、そうですね、あの当時、はい、IT 業界っていうと、あの私の個人的なね、こうイメージなんですけど、はい、あのすごいこう華やかなイメージがあって、でなんかおしゃれな服の先生がいるのかなっていう感じだったんですよ。はい、で当日セミナーのね、当日に行ったらですね、爽やかな礼儀正しい、はい、優しいお兄さんみたいなね、矢田部さんが出てこられて、はい、あ、なんかすごい喋りやすい人だなって感じたのが第一印象でした。そうなんですね。いいように言っていただいてですね。ちなみに矢田部さんは、どうでしたか？はい、あのですね、まあ青木さんはその頃からですね、こんな感じで綺麗で、うんうんうん、もうしっかりしていてですね、はい、なのに妙に気合が入っているという、ね、すごい、あの前のめりですね、はい、前のめりで、動画について、まあ、聞いてくださってると、はい、本当にね、若いあの女性がいらっしゃっていただいて、すごい真剣に聞いていただいていると、うん、
で気遣いもですね、はい、すごくしていただきまして懇親会まで出ていただいたんですけど、最後までですね、最後まで私自身にも、他の参加者にもですねすごく気を配っていて、すごい、ありがとうございます、はい、素晴らしい。でちょっとした厳しさもありまして、いつも鋭いこう質問をくださったりですね、まあ、これはですねその後なんですけど、例えばさっきの服の話もありましたけど、僕がちょっと変な服を着ようものなら、なんでこれを選んだんですか、なるほど、きちんとですね、鋭い指摘質問をしてくださる、まあ、コンサルタントとしては本当にこうやりがいのある方でした。そうだったんですね。はい、まあそんな青木さんが矢田部さんの会社でコンサルティングを受けようと決められたこう最大の魅力っていうのは何だったんですか？ファントレ株式会社さんでコンサルティングを受けてるクライアントさんって、誰もね辞めずにずっとサービスを継続をされているんですよ。なので、まあ、愛され飯のマーケティングだけではなくって、サービスの内容を向上させるっていうことも学べるんじゃないかなと思って参加させていただいたんです。そうだったんですね。まあ、実際にその矢田部さんからご覧になられて、当時青木さんの課題って何だったんですか？はい、本当にですね、青木さんは全てのことができる、もう本当完璧な方でしたし、当時からもうね、大活躍されておりました、で逆にですね、これは起業家さんによくあるんですけど、全部自分でできちゃうんで、全部自分でやってしまうと、SNS も毎日もちろん全部やるし、事務作業ですね、経営に関わる事務作業も全部自分でやるので、これはまあ次の経営者となるためにですね、ちょっとこれをこう広告を使うとか、他の人を雇うとかですね、そういったことをしていくといいのいいんじゃないかなと思いました。じゃあまあ広告使ってなかったということで、こう人によってこう課題のこの人これが課題だなってすぐ分かったりするんですか？そうですね、やっぱりお話を聞かせていただいて、あ、こことこことここが違うんだなっていうことはですね、分かるようになりました。的確なんですよ。そうだったんですね。やるべきことがすぐ分かるんで。なるほど。でそれをこの具体的にはどうやってこう改善をされていかれたんですか、矢田部さん？はい、はい、具体的にはですね、まずは広告をやりましょう、まず人を雇ってみましょう、ここの部分は任せてみましょうということをですね、一覧にして、それをもう本当にずっとやっていただいたという形になります。そういう仕事なんですね。まあ、実際その青木さん、矢田部さんのコンサルティング受けられていかがでしたか？当時私も本当にですね、寝る時間も削るぐらい一人だけのスタッフだったので全部頑張ってやってたんですけれども、マーケティングが分かるようになって、仕事が効率化できたので、矢田部さんのね勧めもあって、スタッフを雇うっていうこともできるようになりましたし、仕事もスムーズになりました。そうなんですね、より効率的になったということで。そうですね、だいぶ変わりました。よかったです、ありがとうございます。まあ、今もこうねお二人とも仲良くされてらっしゃいますが、お互いのご活躍についてどう思いですか、青木さん？ファントレ株式会社って常に新しいことに挑戦をして、ね、研究をねしっかりとやった上で結果をねシェアしていただいてるんで、おかげで一緒に成長ができてるなって思っていてですね、まあ、将来ねファントレが上場企業になるっていうのが私も楽しみなんですよ。嬉しいですね。そうなんですね、なんかいいな、そういう関係性。矢田部さんはいかがですか？私もですね、やっぱり青木さんクライアントでありながらですね、本当に真摯に向き合う姿勢、気遣い、全てがですね本当に僕自身が学びたいことなので、本当にね、まあ、クライアントでありながら僕自身が学ばせていただいているなと思っております。ありがとうございます。いい関係でございますね。羨ましいでございますよ。はい。で青木さん、矢田部さんもラジオ番組を始められるっていうふうに聞かれて、どう思われましたか？新しいことへの挑戦だったので、やっぱりこう同じようにね、矢田部さんもラジオを始めるっていうことを聞いて、仲間ができたと思ってすごい嬉しかったです。心強かったので。ありがとうございます。なるほど、でもそういうのありますよ ね、 そうですね。なんかちょっと嬉しいなと思います。あります。仲間がいるって大事ですよね。大事ですよね、頑張れますよね。で逆にラジオを始められて、青木さんご自身が一番心がけられるようになったことって何でしょう？
そうですね、あの一言でちゃんと伝わる言葉の選び方とか、あとはですね話す順番を気をつけるようになりました。嬉しいですね、勉強になります。これはでも矢田部さんも気にされてますもん。ありがとうございます、お二人とも本当にあの言葉選びがうまいなと私自身が一番勉強させていただいてるかもしれないですよ。本当にありがとうございます。はい、さてそんな青木さんなんですが今後の目標は何でしょうか。今後はですね、あのさらに多くの方にねこう幸せな結婚ができるように、あの料理でのコミュニケーションということをですね、ラジオとかテレビでどんどん伝えていきたいなと思ってます。いやもう楽しみにしております。楽しみですね。はい、ではこのあたりでですね今回のゲスト青木美さんから告知などございましたらぜひお願いいたします。彼の心と胃袋をつかんで幸せな結婚を引き寄せるという書籍がですね絆出版から1540円税込価格で販売をしております。全国の書店またはアマゾンのページをご覧いただけたら嬉しいです。そして、毎月第2第4火曜日の夜6時からここ市川うらら FM で愛され召し上がれを千秋さんとともに放送中です。はい、こちらもねファントレタイムとともに楽しんでいただけたらと思います。はい、本日はありがとうございました。そして皆様メリークリスマスということでね、はい、メリークリスマスですね。本当にねいろんなお話を今日あの、ね、聞かせていただくことができまして、実際にこうお二人の出会いとか、そういったところってなかなかこう聞く機会が、ね、なかったというかね、そうですかね。なのでね本当にこう青木さんがこうどん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 いろんな課題をクリアして今の青木さんがいらっしゃるというところを、今日なんとなくこう見させていただけたような気がしましたね。そうですね、私もやっぱりなかなか同い年で、一緒に起業家でしてやっていける仲間はですね、なかなかいないので本当に青木さんがいてくれてよかったなっていう思ってね、ありがとうございます。もう付き合い長いですから ね、長いんですよ。どれくらいになりますか。一番最初にあった2013年ですからもう6年とかですよね。そんなに、いやー長い年月が、そうですね、もう全然青木さんは変わらず、もう前のめり、常に真面目。いや本当にねあのいろんなお話もそうですけど、こうやっぱりこうなんていうかお互いのパーソナルの部分すごく知りたかったところがあったので、なんかちょっと本音あの矢田部さんからも青木さんからも本音をちょっと聞けたようなねそんな回だったのかなと思いました。まあ、ちょっとクリスマスということで、まあ、あの私へのプレゼントかななんてね、勝手に思ってます。はい、ということで今回のゲストは婚活料理カウンセラーで愛され飯協会代表の青木由美さんでした。青木さんお忙しいところどうもありがとうございました。こちらこそありがとうございました。皆さんなんともうエンディングになってまいりました。このファントレタイムは毎月第2第4水曜日夕方5時30分からお送りしております。ぜひ皆さん次回もお聞きいただきますようお願いいたします。矢田部さん今回はいかがでしたか。はい、はい、やはりゲストにね青木さんという本当に、まあ、仲のいい人気の仲間をお呼びすることができて、緊張したんですけどすごい面白かったです。楽しかったです。いや本当に楽しかったですね。はい、また今日はねクリスマスということで、はい、まあいい日にこうねラジオできてよかったなと思ってます。はい、佐々木さんクリスマスで一番こう印象に残っていることって何ですか。クリスマスですか。そうだな、まあ、小さな頃に、なんかその町の子供たちが集まって、その民間のなんていう集会所みたいなところに集まってクリスマスパーティーをするみたいなことがあったんですけど、まあ、サンタの格好をしたスタッフさんがこうプレゼントを一人一人にね渡してくれるっていうその行事が結構毎年楽しみにしてまして、なるほど、それがまあ今思い浮かんだのは一番印象に残ってるかなっていう感じですかね。幸せな行事ですね。はい、もう最近はずっとお仕事ばかりで ね、なかなかクリスマスの感じをね楽しむことができていないんですけれども、はい、ちょっとねケーキにも食べようかなと今日は。そうですね、今日はもう僕も楽しめましたし、思っております。はい、皆様良いクリスマスをねお過ごしください。そして番組ではお聞きの皆様のご感想ご意見をぜひお送りください。メールアドレスは info@plus-vox.com info@plus-vox.com
ファントレタイム、アルファベット大文字で FUNTRETIME、 ファントレタイムまでお待ちしております。それではファントレタイム、またお耳にかかりましょう。皆様のお相手は矢田部篤と佐々木千秋でした。最後までお聞きいただきありがとうございました。